こんにちは。本日のテーマは目に良いツボをご紹介しようと思います。昨年あたりから急速にテレワークが増えて、皆さんもパソコンやスマホを使う時間が増えたのではないでしょうか。しかし目は使えば使うほど目は疲労し、目が乾燥してドライアイになり、視力が低下し、最終的には緑内障などの視力を失ってしまう怖い病気になり、失明の一途をたどっていってしまうのです。目が疲れてしまうと、目から脳に情報を送る経路が疲れてしまうのです。そのため視力を低下させて脳に情報を送るのです。カメラも画素数が良いと綺麗にはっきりと見えると思います。しかし画素数が良いと情報量が多くなってしまうため、データの容量も増えてしまいます。人間も同様で、視力が良いと脳に伝える情報量が多くなってしまいます。そのため情報量を送る大元である視力を低下させて脳を疲労させないようにするのです。そのため疲れ目は視力低下を起こしてしまいます。よって疲れ目は視力低下の合図と考えてください。また最近目がしょぼしょぼしたり、目が乾燥してドライアイになるという方はいらっしゃいませんか？そのような症状がある方は、目の涙の量が減少していて起こっている反応なのです。次に、年齢が高くなってくると目がぼやける、目がかすむという方が多くなってくると思います。そのような方は後頭部にある視覚野、ここの血液量が減って起こる現象なのです。つまり目の疾患のほとんどは目の血流量低下によって起こるのです。そのためツボ押しは血流量をアップすることができるため大変有効になります。そのため本日は目に良いツボを皆さんに3つご紹介していこうと思います。ツボ押しで目の症状を抑えることができるツボをご紹介していきますので、最後まで動画をご覧ください。その目の疲れを溜め込んでしまうと視力が低下するだけではなく、最終的には視力を失ってしまうような怖い病気になってしまう可能性がありますから、しっかりとツボ押しをして目に疲れを溜め込まないようにしてください。たかが目の疲れと思わないで、目が疲れているときは目から警告反応が出ているというように考えるようにしてください。まずは1週間しっかりとツボ押しを実施してみてください。1週間続けても効果がないという方のために、当院は緑内障などさまざまな難病の眼科疾患を専門としております。眼科疾患でお困りの方は無料相談にてご相談ください。一つ目のツボはこちら、孔明です。で、孔明はですね、丹経というツボの流れになります。で、丹経についてちょっと説明していきますが、丹経はここの動止量というところから始まって耳の前まで行きます。で、耳の前まで行っていただいたら、ここから今度は、耳の後ろをぐーっと通っていって、で、ここから頭の側頭部を通っていきます。ぐーっと通っていって、この目相っていうところまで行きますね。目の上のツボなんですけど、ここもまたね、目にいいツボではあります。
でここからまた、側頭部をぐーっと戻っていって、ぐーっと戻っていって後頭部まで来ます。後頭部まで来ていただいたら、後頭部から首の後ろを通って肩まで来ます。で 肩から今度は側面、体の側面を通っていきますね。ぎゅーっと側面に入ります。でぐーっと降りてきて脇腹まで来ます。で脇腹まで来たら股関節の前に行って、でここから今度お尻の方にぐーっと入っていきます。で今度ここのお尻のところから大腿部を加工していきます。ぐーっと降りていって、でここから膝のところに入っていきます。ぐーっと降りていったところ、ここが孔明になります。で孔明からさらにぎゅーっと第4肢のところまで行きます。で今回のここの孔明っていうのは、ここの丹経の経絡上に動脂量だとか木層だとか目の周り通ってましたよね。なのでここを刺激することによって目にいいっていうことが分かります。例えばここのツボが詰まってるだけでも目の調子が悪いっていう方はいらっしゃいます。だからここ刺激してあげると目の血流量が上がるとされています。孔明ね、先ほどねこの丹経のね流れをね説明してきたんですけども、日本でも丹経の丹っていう字はですね、丹力っていうのは丹経の丹に力なんですけど、度胸などの意味ですね。でそれから大丹という言葉があるように、丹が丈夫であると決断力がつくとされており、大変重要な流れが丹経なのです。また孔明は日本語だと孔明と読み、明るい光、明るい見通しなどの意味を持ち、有名な言葉だと前途に光明を見出す、目に光明をもたらすなどの言葉があります。この壺は明るい光と書くように、目が明るくはっきり見えるようになり、パソコンやスマホなどから出るブルーライトなどの光に対する感受性を抑えるツボで、昔から目の特効穴として知られています。そのため目の疲れや視力回復など目の血流量を上げるのには大変有効とされています。学会発表ではこのツボを押すと網膜や眼底の血液循環量がアップしたとのデータもあるほどです。またこの孔明は全身のツボの中でも最も目の血液量を上げることができるツボとされています。西洋医学的な判断でのこのツボの効果は、このツボを刺激することにより一酸化窒素が放出され、血管が拡張するために目の血液量がアップするのではないかと言われております。近年の研究では鍼灸やツボ押しが効くのはこの一酸化窒素が出て血流が改善するために、さまざまな病気に有効なのではないかと言われています。でこの孔明なんですけども、その他のねこの目以外にの効果なんですが、まず効果、その他の効果は緑内障など眼科疾患全般、目の痛み、眼痛、自律神経失調症、不眠症、この不眠症はですね考え事をして眠れない時などに有効です。それから肩こり、座骨神経痛などに有効とされております。では孔明の位置について説明していきたいと思います。孔明はこのように膝を深く曲げてもらうと、ここにシワが入ります。シワが入っているところに緑のシールつけてます。このシワが入っているところと、この外くるぶしの上、ここからここの1/3、下から1/3のところ、ここが孔明になります。これねちょっと難しいですよね。三等分今うまい感じでこうやってやりましたけど、ちょっと難しいと思います。
で、これが3等分でこういう風にできない場合、できない場合は指をこのように5本、ここから5本分上、もうちょっと上ですね、これ。そうするとこれぐらい、5本分上、ここが指5本分、ここの小指の下に合わせていただいて、少し出るような感じで5本分、ここが後面になります。でね、このツボを押すときに少しこう押して痛みがあるようなところを探ってください。この辺でちょっと上とかこの辺探って、一番違和感があるところ、ちなみに私だとちょっとこの上になっちゃってますね、この辺、この辺が違和感があるので、この辺をだいたいざっくり探って違和感があるところを押していただければ構いません。ではこの孔明のツボの押し方を見ていきたいと思います。これね、このふくらはぎをつまむようにして親指でこのように押さえます。これで息を吸った時に、息を吐いた時ですね、息を吐いた時にぐーっと押して、吸った時に離して、このように10回押します。息を吐いた時にぐーって押して、息を吸った時に離して、このような形で10回皆さん押していきますので、皆さんもご準備ください。いいですか。この膝を深く曲げていただいて、シワがあります。それと外くるぶしの上から指5本分上、もしくはこのように3等分してください。指5本分上でこの辺を今探ってください。一番痛いところ見つけてください。ここだ、私はここなんです完全に。ここが一番グッときます。なので皆さんもこの辺探っていただいて、ツボを見つけてください。でツボ見つけたら、ここのところ分かんなくなっちゃうんで、印つけといてくださいね。マジックかなんかで印ちょんってつけてください。でここをじゃあ皆さん一緒に揉んでいきますからね。じゃあいきますよ、せーの。息を吐いてぐーっと押していきます。息を吸って戻します。2回目、息を吐いた時にぐーっと押して、吸った時に離します。3回目、息を吐いた時にぐーっと押して、吸った時に離して、4回目、息を吐いてふー、吸った時に離して、5回目、息を吐いた時にふーっと押します。吸って離します。6回目、息を吐いた時にぐーっと押して、吸った時に離します。7回目、息をぐーっと吐いて、吸った時に離します。8回目、息を吐いてふーっと押して、吸った時に離します。9回目、息をぐーっと吐いて、押して、吸った時に離します。10回目、ラスト、息をふーっと吐いた時にぐーっと押します。吸った時に離します。このようにやったら、今度はこのまま続けて10回円を描くように揉んでいきます。このようにね、いきますよ。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。 で今度はですね、これ爪楊枝を10本このように輪ゴムで留めております。このように輪ゴムを10本で留めてます。でこれが針がない時に有効です。針がない時にもこれ結構使えるので、今後当チャンネルを見てツボ押しを実施される方は一つ作っておいてください、これね。でこれをこれで刺激するとさらに効果的になりますので、じゃあこれちょっとやっていきましょう。これを爪楊枝針って言います。でこれをですね、さっき押してもみもみした後に10回、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 で10秒やったらこのままギューッと押します。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 でこれを朝昼晩とやってみてください。でこの爪楊枝針は今回孔明にやりましたけど、他のツボにやってもらっても有効なので、今回ちょっとね爪楊枝針紹介してますけども、次のツボでもどこでもいいので、ぜひねこのツボでツン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 刺激してください。私なんかだと、そうね、あの例えば友達なんかでね、首が寝違えちゃったなんていう時に、ラーメン屋さんにいたと、ラーメン屋さんにいた時に爪楊枝で首の痛み取ってあげたりしたこと何回もあります。だからそれだけこれ効果的ですので、皆さん針できないので、針できなくても爪楊枝で効果出せますから、ぜひこれね作っておいてください。
で、それでも効果がないという場合は、この部分にお灸をしても効果的ですし、お灸なんてないよという方は、ここにホッカイロもしくはドライヤーで温めて、バーって温めて、熱いってなったら離して、またドライヤーでバーって当てて、熱いってなったら離して、これがドライヤー灸になります。それか、あとペットボトルにお湯入れて、こうやってギューって当てて、熱ってなったら外して、もみもみして、またグーってやって、熱ってなったらもみもみしてってやって、ペットボトル温灸っていうのも有効です。それを行った後に米粒を行ってみてください、ね、お米、生米つけて、ここにサージカルテープですね、紙絆創膏で止めるってだけです。ちなみにですね、お灸は近くのドラッグストアで買えますので、まあドラッグストアです、お灸ありませんかって相談してみてください。2つ目のツボはこちら、合谷です。ではね、この合谷について説明していきますけども、合う、合谷ね、合うは母子と子子が合うを指し、谷はここの山と山、この筋肉がここにあるって、山と山、こことここね、ちょうど膨らんでるんで、山と山の間を言い、母子と子子を開くと深い谷に見えるので名付けられたとされています。ここが深く見えるとですね、谷に見えるとです。はい、ではですね、合谷はですね、陽明大腸経という経絡にある元穴、元穴っていうのは元気の元に穴って書きます。で、この元穴っていうのは体の気が集まり、最も重要とされている経穴になります。で、ここの合谷っていうのは元穴で、さまざまな効果が得られることから、この合谷はなんと万能のツボと言われております。で、この陽明大腸経はどのように経絡が流れているかっていうと、ここの小陽から始まって合谷に行きます。合谷から前腕をぐーっと通って肘まで行きます。肘まで来ますね。で、肘まで来たら、ここから、上腕を上がって肩まで行きます。肩まで来たら、ここから、首の前まで入っていって、首の前から上がっていって鼻のところまで行きます。ここが赤いところですね。赤いところが芸行で、ここまで来ます。これが、今回の陽明大腸経で、陽明大腸経っていうのはそのまま足の陽明異形って言って、ここの小球っていう緑色のところがありますけど、こっちのツボに流れていきます。経絡っていうのは何が流れてるかっていうと、気が流れてるって言われてるんですけども、赤いところからこっちの小球の方に行きます。小球につながるので、今回のここの合谷っていうのは、目に効くツボとされています。この小球っていうのも目の疲れを取るのに良いツボなんですけれども、今回は割愛します。皆さんもこのツボの名前を聞いたことある方いるかもしれません。このツボはツボの中でも3本の指に入るくらい有名なツボで、皆さんでも知っている方が多いのです。そしてこのツボは目の疲れ、目の血流を上げるにも使えるのですが、このツボは万能で様々な症状に使えます。ツボの歴史は3000年も前に、頭が痛い人がいたとします。その人は頭が痛い時に合谷のツボを押すと楽になることを発見しました。そうすると友達が頭痛で悩んでることを知り、俺はこのツボ合谷を押したら楽になったんだけど、押してみてと友達が伝え、友達が押すと、みるみる頭痛が消えていき、近隣で頭痛を取るのに有名なツボってなったことが発祥です。その後3000年間かけて、ここを押すと目にいいとか、何々にいいとか、各人によってツボを押すとここがいい、こういうのにいいよ、ああいうのにいいよ、合谷でもいろいろ様々ありますと言って、各人によって様々な発見があったので、ツボには様々な効果があるのです。じゃあ実際に合谷、今回目で紹介してますけど、その他の効果について見ていきたいと思います。1つ目、眼科疾患全般、もう病気になっちゃってる人ですね、にも全般です、全般有効です。それから頭痛、先ほどね説明、例え話しましたけど頭痛、それと高血圧、この高血圧なんですけども、
臨床研究からも合谷を押すと血圧が下がることが分かってます。それから上の歯の痛み、上歯痛ですね、虫歯とか、あと奥歯を抜いたとか、そういった上の歯が痛い時、合谷が使えます。合谷に針を刺して電気を流し痛みを止める針麻酔に使うツボでもあります。中国では盲腸などお腹の切開もこのツボで針麻酔をして行う場合があります。日本でも歯の抜歯やお産の際に針麻酔をして痛みを取り除く方法があります。お産なんかだと大学病院なんかでやってる場合もあります。このツボは脳内麻薬のエンドロフィンを出すと言われているため痛みを止めることができるとされています。その他に肩こり、便秘、喉の痛み、声が出ない、その他さまざまな効果があるのが合谷になります。では合谷の位置について説明していきますけども、人差し指、この人差し指がぐーっといくところと親指がぐーっていくところ、ここにくぼみがあります。もうこのぐーこのままねぐーっていくと止まります。骨があるので止まるちょうどここに合谷っていうのがあります。ここねぐってやると骨があってへこんで見えますよね。今ねこの先骨がありますから、この際ここが、合谷になります。でここのポイントとしてはこのようにしてぐーこの骨沿いを圧力をかけてぐーっていってください。そしたら必ず止まります。ここが合谷になります。ここをこの人差し指側にぐって押し込みます。よくねこういう風に押しなさいっていう人いるんですけど、こっちに押してください。こっちにね、ここです、こっちに押します。じゃあね皆さんねもう一回確認してください。ここをぐーっと圧力をかけた状態でぐーっと親指でぐーっていってぐーっていって止まるところ、ここをこっち側小指側に押し込みます。こういう風に押し込みます。ぐーっとね。でこの辺ちょっとねざっくり探っていただいて、骨がここにあるんですけど骨の裏側に入れ込むようなイメージです。ここの骨の裏側に入れ込むような感じでぐっと押します。裏側に入れ込むような感じで。でこの辺触っていただくとぐーっと響くところがあります。ツボ押されてるっていうところがあると思いますので、そこが合谷になります。じゃあ皆さんねここをツボ押しやっていきますので、ぜひともね皆さん一緒にやっていきましょう。じゃあもう一回ここをぐーっていって止まるところ、止まったところでここの骨の裏に入れ込むような感じで押し込みます。ぐーっとね、でここら辺探っていただいて違和感、ツボを押されてるっていう感じがするところを探してください。よろしいでしょうか。じゃあ皆さん10回やっていきますよ。この裏に骨の裏に入れ込むような形で10回押していきます。で息を吐いた時に押して吸った時に離してて10回やっていきます。せーの、皆さんいきますよ。せーの、息を吐いた時にぐーって押して吸った時に離して、2回目、息を吐いた時にぐーっと押して、息吐いてください。ふーっと吐いて吸った時に離して、3回目、息をふーっと吐きながらツボ押しして吸って戻して、4回目、息をぐーっと吐きながらツボ押して吸った時に離して、5回目、息をふーっと吐きながらツボ押して吸った時に離します。6回目、息をぐーっと吐きながらツボをぎゅーっと押します。吸った時に離して、7回目、息をぐーっと吐いてツボ押しますよ。吸った時に離して、8回目、息をふーっと吐きながら押して吸った時に離します。9回目、息をぐーっと吐きながら吐いて吸った時に離します。10回目、息をぐーっと吐きながら吐いてツボ押しながら吸って戻します。でこのように10回ツボ押しをやります。で朝昼晩と両方の手に行ってください。で結構ね今グイグイやったんで結構ツボ押された感覚が残ってます。しっかりとちょっとやってみてください。こちらもですねお灸をしたり、先ほどのこの爪楊枝ですね、爪楊枝針をして、爪楊枝針やるんだったら10回、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ってやった後に
10秒間ちょっと強めに1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 とやります。これも朝昼晩と行ってください。でそれ以外にもね、米つぼをするとさらに効果的になりますので、ぜひ皆さん実施されてみてください。ではですね、皆さん知らないと思うので、ぜひともねこれ聞いていただきたいんですけど、鍼灸の歴史についてちょっとお話しさせていただきます。鍼灸が何よりすごいのは、西洋医学は100年そこらの研究データしかありません。これは第二次世界大戦後、第二次世界大戦前後ですねぐらいの100年は明治時代ぐらいから出てるので、研究データとしては大体100年そこらしかありません。しかし東洋医学は3000年の実践的なデータの集大成なんです。だから西洋医学で解明できないのは当然ですし、東洋医学が効くのも当たり前なんです。西洋医学が東洋医学を解明するのには少なくともあと1000年は必要なのではないかとさえ言われているのです。鍼灸が日本に入ってきたのは遣唐使の時代からなんです。その遣唐使は630年から894年に行われていたので、およそその200年余りの間に遣唐使の派遣が行われていました。時代背景ですと、飛鳥時代から奈良時代に入り、平安時代に至る頃なんです。そこから考えても西暦の700年には鍼灸が日本に入ってきたと考えてもですよ、1320年は日本独自の発展を遂げたのが鍼灸なのです。そしてすごいのは、明治以前までは先端医学は鍼灸医学だったのです。明治ですね、明治まで、明治以前。そして第二次世界大戦が始まり、ね、日本が敗れてマッカーサーがね日本に来ましたよね。GHQ 日本にありました。そのマッカーサーによって鍼灸などの野蛮な医学はやめて、ドイツ医学を先端医学にしなさいと言われたことが始まりで、皆さんの鍼灸に対するイメージが根付いてしまって今に至るのです。なんか怖いよね東洋医学とかっていうのは、そのマッカーサーが野蛮な医学って言ったのが皆さんのイメージ付けに今でも残っていると。その後、マッカーサーの後で、その後1971年にニクソン大統領が、アメリカのねニクソン大統領が中国を訪問した際に、お腹の痛みが出て薬を飲んでも病院に行っても何をしても治らなくて、どうしようもなくなって、わらをもすがる思いで鍼灸を経験したらすぐに痛みが消えたんです。これはすごいとニクソン大統領も感動し、この報道が世界的に広まり、鍼灸が世界的に広まったとされています。それが1971年の出来事です。この鍼灸は日本人の細かい職人気質の技術で大きく発展し、世界一の技術と言われるようになったのです。世界で使われている針のほとんどがなんとメイドインジャパンです。日本製です。中国のセレブも、中国の針は太くて長くて痛いから日本の針を受けたいという人がいるくらいです。日本よって日本の鍼灸は痛みを感じないものなんです。だからね、ぜひとも皆さんね、鍼灸ってね怖がらないで体験してもらいたいです。この針っていうのがね、日本の針の場合で一番細いやつなんかだと髪の毛と蚊の針の間ぐらい、だからほとんど感じないです。うちなんかだと、今だとね3歳の子も針灸打ってます。普通に子供の場合はね打たない針っていうのもあるんですけど、もう子供でもね打っても大丈夫なんて言ってるぐらいで全然痛くないんでね、鍼灸に対するイメージをねぜひとも変えてください。マッカーサーのイメージがついてるだけですからね、ぜひとも東洋医学聞きますんで経験してみてください。3つ目のツボはこちら、
生命です。では生命について説明していきます。この生命は名前からも分かるように晴れて明るいという字から想像できる方もいるかもしれませんが、目がすっきりして晴れやかに明るく見えるようにするためのツボとされております。この生命はですね、膀胱系という経絡で、この生命、赤いところ生命なんですけども、生命から始まって頭を、でこの膀胱系の経絡見ていきますけども、ここを頭をぐーっと上がっていって頭の上通っていきます。ぐーっとね、頭の上通ったら今度は後頭部の方に行って、後頭部から背中側を降りていきます。ぎゅーっと降りていきます。で背中からずーっと腰の方までぐーっと降りていきます。でぐーっと降りてきたらお尻まで行って、お尻から大腿部を加工していきます。大腿部をずーっと加工していって、でそこからここの足首のところまで行きます。足首のところまで来たら、ここからぐーっと小指の先端、ここシーンっていうところで終わります。でここを先ほどお伝えした通り、生命っていうのはね、もうこの膀胱系の始まりのツボになりますので、そういった意味でも目には大変効果的なツボになります。で先ほどね、膀胱系のね経絡の説明をしましたけれども、このツボは知らず知らずに目が疲れた時に押している方が多いツボです。ツボというのは底の局所の部分の血流が低下すると、そこの部分に神経が集まり、違和感を与えて自分でツボを刺激してくれと体の方から合図を出しているのです。だから知らず知らずのうちに押していたのではなく、体から目の調子が悪いからここを押してくれと合図が来ていて、その指示のもとに皆さん実はここを押していたのです。その他にも皆さんが知らず知らずに押してる部分ありますよね。どこどこ肩が痛かったら肩の方を押してるとか、いろいろありますよね。それはそこの部分がツボ化して虚血の状態になり、そこの部分に神経が集まっている状態なのです。だから皆さんによってツボがある位置が少し変わることもありますし、皆さん自身でオリジナルのツボも存在します。ぜひ体からの反応がある部分はたくさん揉んであげてください。でこの生命のその他の効果なんですけども、目の疾患全般、例えば緑内障、白内障、虚血性網膜症、黄斑変性症など様々です。まあ目の疾患ですね、目の病気、それから目が充血して痛い時にも、有効です。結膜炎とかね、目が充血して痛い時、それから寒気がして頭が痛いとき、頭痛ですね、寒気がして頭痛がするとき、それからめまい、ドライアイ、目のかゆみ、眼精疲労、視力低下などにも効果的となっております。では生命のツボの位置について説明していきたいと思います。この目頭と鼻の骨のちょうど間です。ちょうどですね、このコリコリとしたやつがあるんですけど、そこですね、この目で、ここ眼球近いんでね、眼球を押さないように注意してください。で押されて気持ちいい部分です。このコリコリしたところの真上を押すようなイメージですね。この目頭と鼻の骨のちょうど間です、ここですね。でここの押し方なんですけども、人差し指でこのように押していきます。ぐーっとぎゅーっとね。で手をこのように組んじゃった方が楽です。ぐーっとね、押していきます。じゃあ、これを皆さんも押していきますので、ツボの位置を探りましょうかね。ここのところの本当に目頭です。もう大体皆さん押してますよね、ここね。しっかり押せて気持ちいいところ、ここです。このコリコリしたところの真上を押すようなイメージですね。で鼻側に向かって押してください。鼻側にぐーっとね、鼻側にぎゅーっと押します。じゃあ皆さんね、一緒にツボ押しを行っていきますので、よろしいでしょうか。いきますよ。じゃあこのように手組んだ状態でやっていきます。これね、こういうふうに2本重ねてもやりやすいので、どちらでも構いません。私ちょっとこれの方がやりやすいんで、これでやっていきたいと思います。では皆さん、
息を吸った時、吸って吐いてってやります。吐いた時に押して、吸った時に戻してと10回やっていきます。ではいきますよ、せーの。息を吐いた時にツボをぐーって押します。心地よい強さで押してください。吸った時に離して、2回目、息をふーっと吐きながら押して、吸った時に離して、鼻側に向かって押しますよ。3回目、息をふーっと吐いた時に押して、気持ちいい強さで吸った時に離して、4回目、息をぐーっと吐きながら押して、吸った時に離して、5回目、息をぐーっと吐きながら押して、吸った時に離して、6回目、息をぐーっと吐きながらぐーっと押して、吸った時に離して、7回目、息を吐きながらぐーっと押して、吸った時に離して、8回目、息をふーっと吐いた時に気持ちいい強さで押してください。吸った時に戻す。9回目、息をふーっと吐いた時にぐーっと押し込んで、吸った時に離す。10回目、息をぐーっと吐きながら押して、吸った時に離す。で、これが終わったら、今度ここを円を描く、どっち回りでも構いませんので、円を描くように気持ちいい強さで10回回していきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、小さくやってください、眼球ありますからね。そしたら今度はここの鼻をつまむような形にしていただきます。つまむような形にしてギュッギュッギュッと10回いきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。で、これはですね、こっちやったら今度反対も10回、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。で、これで、生命のツボ押しなんですけど、ここはですね、お灸したりとかちょっとできないツボになりますし、米ツボもできないし、爪楊枝芯もできません。なのでここのところっていうのはホットパックね、目の、なんだろうな、ご飯屋さんとか行くとよく目のところをね、お手拭きでやってる人いますけど、あのお手拭きの作り方なんですけども、ジップロックの中に濡れたタオルを入れます。それで蓋しないでください。で、700ワット、電子レンジ700ワットで、今の時期だと1分から1分10秒ぐらいチンしていてください。で、冬だと1分20秒から30秒チンします。そしたらそこできたらチン終わったら蓋閉めちゃっていいので、それでハンドタオルとかに包みます。ハンドタオルを包んだらこの上に置いてください。それで、だいたい5分から10分このまんま仰向けで寝てあげてください。そうすると目の循環がアップするので、さらに効果的になりますから、この生命とか目の周りのツボに関しては蒸しタオルをやっていただく。で、蒸しタオルもジップロックで包んだ蒸しタオルだけここに置くと、もう1分もしないで冷めちゃいますけど、ジップロックしてタオルで包んでると10分ぐらい心地よい状態が続きますから、それを、できれば毎日1週間はぜひともツボ押しとセットでやってみてください。では続いて、目の疲れを取る眼筋体操をご紹介していこうと思います。目の筋力を鍛えることにより目の血液循環がアップします。またこの方法は目の中にある毛様体筋を緩めることができるので、眼精疲労を回復させることができます。そして実際に視力が低下してしまった方にもこの方法によって視力を回復させることができますので、まずは最低でも1週間はツボ押しとセットで行ってみてください。では実際にその方法をご紹介していこうと思います。まずどのようにやるかっていうと、まず説明しますけど、目を思いっきり10秒間ギューってつぶります。ギューってつぶったら今度右をグーって向いて10秒間、そしてまたギューって目をつぶって、斜め上下上上下、この方向ですね、1、2、3、4、5、10点ですね。このように向いてまた戻して目つぶってっていう繰り返しで行っていきます。では実際にやっていきますので、皆さんも私と一緒に実際にこの眼筋体操をやっていきましょう。結構ね、やっていく中で疲れると思うんですけども、しっかりやるとその場から血液量がアップします。では実際に行っていきます。それでは皆さん思いっきり10秒間目をつぶりますよ。せーの、1、2、3、
4、5、6、7、8、9、10。今度は思いっきり10秒間目を開けます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。そうしましたら今度は右を思いっきり向きます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。思いっきり目を閉じます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。今度は左向きます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。思いっきり目を閉じます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。この右斜め上向きます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。思いっきり目を閉じます。疲れるけどしっかり目を閉じてください。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。今度右斜め下向きます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。思いっきり目を閉じます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。右下向きます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。思いっきり目を閉じてください。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。右斜め、左斜め上。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。思いっきり目を閉じます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。今度、上を向きます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。目を思いっきり閉じて、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。今度、真下ですね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。思いっきり、最後、思いっきりしっかり目を閉じましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。どうですかね、皆さん、この目の周りがポカポカと暖かくなってませんか？でね、これ私目のところの解剖学を授業で学生たちにね授業するときにこの方法をやってもらうんですけども、実際にね7割ぐらいの生徒が視力が回復します。C の字ありますよね、あれで実際にやらせるんですけども、かなりね 0.5 とか3とか視力が回復します。なのでこれやった瞬間から視力は回復しますので、ぜひともこれ朝昼晩でやってください。そうするとこれ老眼とかにもいい方法になるので、老眼にもいいし緑内障にもいいし、目の疾患ですね、虚血性網膜症とかいろんな病気にいいです。で近視もいいです。なので乱視はちょっとダメなんですけど、遠視もいいので、目の病気がある方っていうのはしっかりねこれ毎日朝昼晩やっていただく、で1週間やってみてください。結構効果出ちゃいますからね、これだけでも。でツボ押しもそうなんですけど、この体操だけでも結構いいから、ツボ押しと体操セットでね実際やってみてください。では最後にまとめのお話をしていきます。今回は眼精疲労に良いツボをご紹介してきましたが、目の疲れをためないことは目の病気を避けることにつながります。また今回のツボは実際に目の病気になってしまっている方にも有効なツボになりますので、朝昼晩と1日10回を3セット行ってみてください。でまずは1週間行ってみてください。それでもなかなか効果が出ないという方は、当院に無料相談にてご相談ください。当院は眼科疾患を専門としています。特に緑内障に力を入れています。その他にも失明のリスクを抱えるような疾患は対応としておりますので、そのようなお困りがある方はぜひともご相談ください。今回は3つのツボでご紹介してないんですけれども、目が疲れると後頭部が痛いという方よく話聞くと思うんです。というのはどういうことかっていうと、目の視覚中枢っていうのは後頭葉っていうところにいます。後頭葉っていうのはこの後頭部あたりにありますので、なのでここの首の付け根が痛くなっちゃうんですね。でその際に有効なのが天柱っていうツボが有効になります。でこの辺のお話はまた後日動画を作ってご紹介していきます。なので実際にこの首の付け根ですね、
首の付け根、頭と首のちょうど境あたりをマッサージしてあげるだけでも目の血流量を上げることができるので、ここのところをマッサージしてあげてください。で、そのやり方はちょっとだけこの後ご紹介します。では実際にここの後頭葉のところのマッサージの仕方を見ていきたいと思いますけれども、頭をこのようにぐーっと降りてきて止まるところ、首と頭の付け根ですね、ここを親指でこのように1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 とやります。で、そしたら今度は4本の指でここの付け根を親指をぐーっと持って、4本の指で頭を支えた状態で1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 で、これはですね、つぼ押しと眼筋体操と一緒に行ってください。で、これもね、朝昼晩で10回ずつやると本当に実際にこの後頭葉のところの血液量がアップしますので、後頭葉の血液量がアップすればつまり目も良くなりますから、実際に行ってみてください。今後も皆さんの健康に役立つ情報を配信していきますので、ぜひとも皆さんチャンネル登録といいね、コメントお待ちしております。